はい、皆さんこんにちは、石間まりです。今バレエの発表会から帰ってきました。100点満点はあげられないんですけれども、まあ、今日自分で知ってしようと思ってたそのムードは保てたと思うし、今日は2つの踊りを亡くなった父に捧げるつもりで踊ったので、それは全うできたかなと思います。勇気を、まあ、5時間近くシッターさんに預けていたっていうか、ここにシッターさんに来ていただいてたんですけども、実は直前にドタキャンがあって、昨日の夜に必死で探さなきゃならなかったんですけど、代わりの人を良い人に来ていただいて、ユキはちょっと私が出かけることがほとんどないので、一体あれはどういうことだったんだろうという、ちょっと今そういう感じでもうぴったりくっついてますけれども、これからユキとまったりとね、その5時間を取り戻すように時間を過ごしたいと思います。本当は今日ライブする予定だったんですけども、ちょっと今日はゆっくりしたいかなって思うので、もしかしたら明日、日本は月曜日になっちゃうんですけれども、こちらは日曜日なのでライブをしようかなと思います。そんなわけで本当は今日ライブしようと思ってたんですけども、勇気もちょっと今日は待ち時間が長かったので、これからの時間を勇気と過ごしたいと思います。今日私がおっちょこちょいしちゃったのは今日日曜日だと思ってて、なぜかパーキングメーターにお金入れないでスタジオに行っちゃったっていうことで、それでチケットを切られちゃいました。すごい久しぶりに、それは自業自得だなと思って、まあここのところものすごく忙しかったので仕方がないなと自分を許してあげたいと思います。そんなわけで皆さんも心の中で私のバレエ発表会応援ありがとうございました。 Thank you so much for your support on my ballet recital in your heart. I can give myself maybe 75 to 80 out of 100. Kept the mood that I wanted to keep while dancing for both pieces. So, and I didn't fall down or tumble. So that was good. Maybe soon I'm gonna show you the footage of my dances. Okay. So I was gonna do the live stream today, but Yuki was waiting for me for like 5 hours. So I decided to spend this evening with Yuki. I might do a live stream tomorrow. Thank you so much for your understanding. Okay. Talk soon. Bye bye.